江戸の町に夜更けて殺し節が流れるとき、今宵また一人悪が冥土に消えてゆく。ほっと庶民は秋日を開き、影の死角に手を合わす。名もなく夢なく誇りなく、殺しのしじまに命を燃やす五千儀無用の影同士。よう姉さん、どうしたんだこんなとこで。どうかしたんですかこの人。いえね、それが泣いてばかりなんだよ。そうなんですよ。泣いてばかりいたんじゃ分かんないじゃないか。わけ言ってみな、わけよ。日本橋の呉服問屋に女中奉公してたんですけど、お店が潰れて。そいつは気の毒にな。で、行く当たねえのか。さぬきにおばがいるんですけど、急なことでロギンの工面が。さぬきか、遠いですな。遠いですね。ああ、ところで、この罪は一体何だい。はい、旦那さんが選別代わりだ。おお、こいつはすげえ。正真正銘のお召しだ。座ってごらんなさい、皆さん。ほら、そうでしょ、ほら。ところで姉さん、よかったらこいつを売っちゃくれねえか。はい。ああ、そりゃよかった。で、いくら払えばいいかな。いくらでも。そいつはよくねえよ。お前さんが値をつけてくれなくちゃ。それじゃ一旦100も。べらぼうな、店だから一両がする品だぜこれは。いいんです、土銀の足しにさえなれば。そうかい、なんだか悪いみてえだな。じゃ確かに、じゃ俺はこれいただいとくよ。じゃあね。あー綺麗。これ私に。ああ。高かったでしょう。大枚1両も取られたぜ。一両も。おうよ、日頃何かとおめえさんに面倒かけてっかな。嬉しいわ。お父さんも少しは見習ったらどう。ラチ、男は品物じゃない、マンコロですよ。へへ、悔しかったら買ってやんな。うん、これガセネタじゃねえか。本物にさらしをついであるぜ。はじさらしのさらしなさん。よし、やれてる場合じゃねえよ、お父さん。あの二人グルだったんだ。父さん、手貸してくれねえかな。俺はどうあってもあのイカ様の二人組の野郎踏んじばってやらなきゃ気が済まねえんだよ。私はね、今ご多忙中なんだよ。あんなことあんね、笑って済ませりゃいいんだよ。頼むよな。いらねえよ。あんなもん引っかかるは悪いんだ。そうかい、分かったよ。一人でやれんだろ、一人で。
やあ、さらしなじゃないか。なんで吉岡が。どうしたんだ。なあ、ケチな取り物だ。精が出るな。へえ、恥ずかしい。不思議改め方に出世したおめえさんに比べれば月とすっぽんおてんとさんと伴奏探偵。ところで、みんな元気か。もうおめえさんの噂でもちきりさ。何しろ一階の町同心から不審改め方に異例の抜擢だからな。他人行儀なことを言うのはよせ。それよりも折を見てまた一献傾けようじゃないか。俺が怒ろう。いいね。よし、久しぶりにカンペも読んで飲み明かすか。何、それでは今までの工事は経費がかかりすぎたと申すのか。上野寛永寺の修築はこの資料によりますと3000両となっておりますが、私がある土木業者を頼んで調査いたしましたところ、あれはどう転んでも2000両に満たない仕事内容でございます。江戸城大手門付近の石垣堀の不審に及んでは実際の出費の半額で済むはずでございます。他にもこのような例を数え立てればキリがございません。お奉行、これはそもそも幕府御用の工事すべてを武蔵屋一人が独占しているためでございます。お奉行、この際武蔵屋の幕府御用の指定を外し、来るべき神田上水の大工事からは業者を一堂に集め入札制度に切り替えてはいかがかと。吉岡、口が過ぎるぞ。お奉行にはお奉行の考えあってのこと、町同心上がりの新参者が余計な差し出口を挟むな。なんだその顔は。今までのやり方で何ら不都合はない。さあ待てないと。吉岡の言うことにも一理ある。まあわしもよく考えておこう。よろしくお取り計らいください。あの吉岡様でございますな。武蔵屋でございます。この度はご栄転おめでとうございます。近々私どもの方で一席設けさせていただきますが、その節は何分ともよろしく。失礼いたします。どうかなさいましたか。吉岡様は何か。どうもこうもない。あの若造、今までのお前の工事の内情をほじくり出しておるぞ。しばらくは表立った動きは慎んだ方がいいな。わしたちの関係が明るみに出るようなことがあってはただごとではすまん。しかしお奉行、神田上水の工事は大丈夫でございましょうな。あれは私どもにとってもまたとない大事業。お奉行にも今まで以上の見返りを考えております。これはほんの一部として持参いたしました。あ、あなたお帰りなさいまし。どうしたんです。あなた、ちょっとこれをご覧になってくださいまし、ね、何かいいことがあったんですか。そりゃあもう、ほら、まあちょっと、ほら、まあこれだけのものがまるでただのようなお値段で。いや、これはあのまあ日頃行いのいいものには必ずいい報いがあるのです。ちょっとこれ似合いますかしら。私こんな柄が欲しかったんですわね。え、これ似合いますかしらね。サラサラサラのサラシな。これだけあるとご妊娠なさった時の岩田帯に付従しませんね。あなた、私がこんな目に遭ってみよ。そんな冗談に言ってられますよ。まああなたのお給料が安いから私はいろいろとやりくりをしてあなたの元に貸して30年。大変こうはしていられませんわ。どうしました。いいえ、織田様の奥様に後にいたお買い物にしたのですよ。ああ、ほら穏やかじゃない。あと10両か。まだ10両も。よくここまで来たもんだ。お前の身請けの金さえ揃えば大手を振って伊勢崎に帰れる。もう少しの我慢だ。
あ。伊勢崎の女郎さ、足抜けしてからずいぶんいろんなとこ回ったな。おたき、つらかったろう。みんな私のためだもん。だけどこれからどうする？お役人に目つけられちゃう。この商いだってもうおしまいね。ああ、重量がっぽり手に入るような儲け口じゃねえかな。そんなうまい話。さっき子供が売りに来たの。桃食べるとね、悪魔が寄りつかないんだって。それで長生きするんだってさ。長生きしたいね。田舎に帰って百姓でもしてのんびりと二人でさ。うめえ。ケバケバがついて買いや。まったくな、女子と精進は養い方しって言うからね。あら父さん、こんなところで何してるんだ。いや、あの、おめえが一人じゃ大変だろうって言ってね、手貸してやろうと思って。へえ、どういう風の吹き回しで何かあったのかい。いや別に。父さん、隠すなよ。え、隠すなよ。実はな、反物な、捕まされやがったんだよ、うちの奥も。こいつはいや。で、行った？二段、三段、五段、上には目があるもんだぜ。ブレア、このような不浄の金でこの吉岡の魂まで変えると思っているのか。人を見損なうのもほどほどにしろ。私はどんなに貧乏しても清廉潔白を胸として生きている。吉岡様、お気持ちはわかりますが、これも新型の役得でございますよ。くどい、即刻引き取ってもらう。さあ帰れ帰れ。あなた何もそう向きにならずとも。あや、余計な口を出すな。お客様はもうお帰りだ。さようでございますか。だがこの武蔵屋も商人とは申せ、一代でここまでのし上がってきた男。神田上水の工事はどうしても必要な仕事。おめおめと、このまま手放すわけには参りませんな。さようでございますか。それは残念でございますな。助かりましたわ。旦那のような方に出くわすことができて。これもな、何かの縁というものだ。ここはな、わしの馴染みのお店だからな、もう心配いらんよ。ゆっくりしていくんだね。ありがとうございます。かわいい手をして。
まあまあいいじゃないか。え、どうだ。なになに。じゃないか。やいやい。てめえ人の女房になんてことしやがるんで。おたき、おめえもおめえだ。こんなスケベ爺に騙されやがって。お前たち筒持たせか。何がおかしい。釘三つは天下のご法度。この場で叩き殺されても文句は言えねえんだぜ。そんな脅しにびくつく武蔵屋だと思ってるのか。何？一体いくら欲しい。どうせ金が目当てだろう。行ってみな。真男の首代は七両二分が相場だって言うぜ。まあ、しかしてめえのような大店の旦那じゃ十両はもらわねえとな。十両でいいのか。よし、十両だ。持ってけ。だがな、わしはまだこの女に手をつけておらん。十両払ったからにはたっぷり楽しませてもらう。モンジか、いいところ来たな。どうも様子がおかしいと思って来てみたんで。この野郎、不定野郎だよ、親方を脅すなんて。まあまあまあ、待て。わしはな、これからこの女と隣の寝前しけ込むがな。この間抜けな亭主にもたっぷりと見物させてやろうと思ってな。その方が興が乗るってもんだよ。静かにしろ。悪魔が寄りつかないなんて嘘ね。でも仕方なかったんだ。足抜けして逃げ回ってる俺たちが金を作る方法あれしかなかったんだ。嫌だ、お金なんかもう嫌だ。あんな目にあってお金稼ぐんだったら女郎の時と変わりないじゃない。私たち何のために足抜けまでしたの。
崎。吉岡を自由に泳がせておいては危険だな。とても一筋縄で行くような男ではございません。この際思い切って肩をつけてしまった方が。吉岡のやつ、盛りのついた犬みたいに嗅ぎ回り、お奉行の隠し財産にまで目をつけて調べ始めております。もう一刻の猶予もありません。いっそ人思いに。だがもし人に悟られたりしては命取りだぞ。ご心配ご無用、この武蔵屋にお任せください。文字、文字はおらんか。へい。お前に一働きしてもらうことができた。へい。だな。なる。知っている男か。話を聞かれたんじゃないのか。大丈夫です。たとえ聞かれたとしても、あの男もすねに傷を持つ身、おいそれと訴え出たりはいたしますね。それまでに必ず始末をつけます。バカなこと言うな。そんなことしたら俺たちが今までやってきたことがみんなバレちまう。でもせめてその吉岡っていう人を探し出して知らせてあげなくちゃ。武蔵屋の手にかかって死んじゃうなんてかわいそう。御用商人っていや武蔵屋だな。おめえ何か確証つかんだのかい。まあ、今は何も言えないが、いずれ必ず表沙汰にし、この嘆かわしい現状を改革せねばならんと思って。歩きんのもいいけどよ、ほどほどにしねえと足元救われるよ。そうだ、出る釘は打たれるってからな。あんまり有能に振る舞うのも考えもんだぞ。吉岡様、表で若い女の方がお待ちですよ。俺に？誰だろう。おおおお、なんだ堅物のお前が随分変わったな。いや、そんなんじゃないよ。へえ、どんな女かね。ちょっと見に行って。見とこうよ。よし。あいつに若い女だとよ。お嬢、ちょっと待て。返事は？はい。今いくつなの？二十歳になりました。名前なんと？浅月愛です。
待て。これは武家の事件だ。お前たち町方は立ち会わんでもよい。吉岡は元私の同輩、ぜひ私の手で下手人を挙げたいと思うんです。余計なことをするな。支配の違う事件に手を出したいのなら、しかるべき手続きを取ってからにしてもらおう。若い二人連れを助けてやったんでさ。何者だ。さあ、だが襲った方は武蔵屋の飯店を着てましたぜ。武蔵屋。そういえば吉岡も武蔵屋のこと調べていたな。息が切れてしょうがない。そんなこと言ってた。奥さん、桃いかがです。おいしい桃ですよ。結構です。これか。奉行所まで来てもらうぜ。たかが桃のことだ。反物よりはだいぶ安い。何はともあれ、お手柄でございました。おめでとうございます。何、大したことじゃない。何をおっしゃいます。あなたのもとに貸して30年、後悔ばかりの毎日でございましたが、今日ただいまその辛抱が報われました。本当におめでとうございました。あなた言うことはちょっと大げさですよ。いいえ、あの、私ちょっとこれから奉行所行かなきゃなりませんか。はいはいはい、ろ釣りはいらないよ。行っていらっしゃいませ。ありがとうございます。頼もしいお方、頼もしいお方。30年目に褒められちゃった。お札のことがバレたらどうなるんだろう。おい柳田。お前が捕らえたあの義兵とおたきだな。すぐ取り調べいたします。いや構わん。先刻不審奉行から取り調べたいことがあるので引き渡してほしいという要請があって、使いの者たちが連れてったから、そのつもりでな。私たちこれからどうなるんだ。
丈夫だ。心配いらねえ。桃食うと長生きするって言ったじゃないか。せっかくお金貯めたのに何にもならなくなっちゃった。バカだねお滝は。俺たちはきっと自由になれる、幸せになれるよ。あんた本当は後悔してんじゃない。じゃろう上がりの女と一緒になって。おたき、私あんたと一緒なら怖くない。今までだってあんたと一緒ならどんなことだってできた。汚い枕だって眠ることができた。この3年間私本当に幸せだった。これはこれはお役目、ご苦労様でございますな。いや、実はね、吉岡が殺されたことで何か心当たりはねえかと思ってさ。さあ、何分転任間もなくで、まだそれほど親しくお付き合いは。うん。新助、お茶。はい。それにしてもお気の毒なことでございました。そうよな。親しくお付き合いさせていただいてれば殺されずに済んだものをな。ご冗談を。いや、私どもとしましてもこれから商売のことでいろいろお指図を仰ぎたいと思っておった矢先で途方に暮れております。ところで武蔵屋さん、こちらに文字って人足がいるって聞いたんだがね。文字が何か。ああ、つまらねえ喧嘩やらかしやがったのさ。さようでございましたか。文字はうちの人足頭ですが、どうも気が荒くて私ども手を焼いておりましてな、しばらく頭を冷やさせるために先刻上方の方へ旅に出したばかりでございます。おう。そこまで顔貸してもらおう。てめえ、新奉行が武蔵屋と結託して吉岡殺させたんだ。やっぱりそうか。それが妙なことにな、あの田んぼの二人組がそのからくり知って狙われてるんだよ。なんだって。父さん二人捕まえたんだろうが。本当かお父さん。不審奉行は取り調べの筋があるからって。引き渡したのかよ。ほら、何も知らずに。新奉行から厳重に取り調べの上処刑したとの通知があった。しかし二人を死罪にするにはそれだけの訳があるでしょう。知らん。どうせこの者たちは詐欺ゆすりを生業とする不貞の輩だ。命を惜しむ者はおらん。Thank you.
俺が捕まえさえしなければな。どうした武蔵屋、一件落着というのに顔色が良くないぞ。例の町方の同心どもがしつこく様子を探っておるようで。そんなはずはない。南町の織田にはちゃんと手を打ってある。それが役目を離れて動いておる様子でございます。何、内藤、織田に連絡してすぐに手を引かせろ。あ、武蔵屋、その同心の名はわかるか。はい、さらしな右近という男です。それに高木柳田の両名も行動を共にしておるようで。よし、これからすぐ織田に会ってきます。待て、わしにいい考えがある。おい、高木はどうした。ああ、先ほど市中見回りに出かけましたが。またどっかで油売ってんだろう。せっかくいい話があるというのに。は、実はな、まあ、それ、はあ、普請奉行の細川伊勢の神様からお前たち三人を普請方として取り立てたいというお話があった。普請方に。普請人だがね。いや、驚くのも無理はない。よりによってお前たちのようなヒロアンドンにこのような話が舞い込むとはな。まあ、吉岡の穴を埋めるためもあろうが、それにしても下せん。はあ、下せませんな。まあ、ともかくおめでとうを言おう。不審型といえばまたとない出世だ。お前たち三人に依存はなかろうな。身に余る光栄で、喜んで務めさせていただきます。さらしな。はお前は。は、私も人生で二度とない機会でございますから、喜んでお受けいたしたいと思いますね。は、高木はどうかな。いや、あいつは一番喜んでいるんじゃございませんでしょうか。東部業者に嫌気はさしておりますが。もう、つらげの嫌だってやつは一人いましたからな。何？いや、あ、ともかくもめでたい。お互いに。これで、お前たちにもやっと春が巡ってきたわけだな。二人とも揃いも揃ってとんだ嘘つきだ。行く気なんかこれっぽっちもねえのによ。ちげえねえや。それにしても見えついた野郎どもだな。出世を餌に俺たち手の付けよったってそうはいかねえや。父さん、何考えてんだ。どうだい、これから奴らに直にやってせっかくの栄転お断りしようじゃねえか。え、分かったか。都合よく今三人とも柳橋の蔦屋に集まってるわ。どうだ、本気でやんのか。本気だ。よし、だが今度は幕府の要職にある男だよ。今までのようなわけにはいかねえぜ。分かっとる。下手すると命がねえぜ。けどよ、幕府の屋台骨を揺るがすようなことすんだよ。命の捨て場にしてもそこはねえわな。お父さん、私も行く。行かんよ、今度は行かん。お父さん、私のこと本当に好きだったら一緒に連れてって。死ぬも生きるも一緒よ。お幸。今宵また江戸の町に殺し節が流れる。武蔵屋、神田上水の工事はいよいよ明日に迫ったな。はい、おかげさまでどうやらこぎつけることができました。まあ、いろんなことがあったが、すべてはこの酒できれいさっぱり流してしまおう。しかし、お奉行、例の同心どもは大丈夫でございましょうな。心配するな。正義面をしたところで所詮はこっぱ役人、出世欲に凝り固まっておる。甘い餌を与えれば尻尾を振って飛びついてきよるわ。
ください。おお、来た来た。ご苦労さん、ご苦労さん。はい、どうぞ。いや、下がってよ。用事があれば後で呼ぶ。はい、じゃお願いいたします。どうぞ、お願いしましょう。どうぞ、どうぞ、どうぞ。お奉行、私がお継ぎいたしましょう。内藤どうした。失礼して、ちょっと構えない。どうなさいました。わしもじゃ。内藤、まだか。早くせ、早くしてくれ。おい、ナイト、早くせ。まだか。はいはい、ただいま。早くせんか。父さん、行こうか。ちょっと待ってよ。かわいそうに、この会で大勢男の人が死んじゃったのね。だからせいぜい供養してやらなきゃ。涙が出ん、涙。これからね、お父さんの前はお幸だけどよ。はい、行った。こうしてみんな揃って歩くのも、これがおしめえだな。江戸八百八町、陰で泣いてる人が多いっていうのに、本当におとなしくしてられるかしらね。下手して泣きを見たら元も子もねえからな。焦らず、目立たず、働かずか。しかしまだまだ我が幅を利かすご時世だ。俺たちのことだ、三日もしたらまた動き出すんじゃねえか。お天道様乗ってる限り、影はついて回らんで、ほら、の。闇に忍んできた影は、闇に追われて去る定め。恨みに濡れて忍び泣く、江戸のあだばな殺し節、名もなく。夢なく誇りなく、殺しのしじまに命を燃やす、長いは無用の影同心。女が密かに見る明日不幸せ、燃えてしまったその愛は誰が消すのか、捨てるのか。旅路でも
渡る。